日本鹿児島県鹿児島市、上野園町、上野園町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下、上野園通町、鹿児島府下、上野園通町、鹿児島市、上野園通町。郵便番号は890052。人口は3529人、世帯数は2188世帯。上野園町の全域で、 住居表示を実施している。鹿児島市の中央部、高月川下流域に位置している。町域の北方には、高月町、南方には、上新町、西方には、中央町、東方には、高来町、新たが接している。町域の北部をナポリ通り、中央部を高南通り、南部を中須通りがそれぞれ東西に通っており、東部を、高来本通りが、南北に通っている。 北部には、高月川が、東西に流れており、それに沿って公園が設置されている。南端に、鹿児島県立高南高等学校、西端に、鹿児島市立中須小学校が所在している。北東端には、高月川五国橋のうちの一つであった高来橋が、所在していたが、平成5年8月豪雨の水害に伴う、河川改修工事のため撤去され、現在は、 石橋記念公園内に移設されている。江戸時代の天保年間には、鹿児島城下の武家屋敷は、光月川の北側から徐々に南に広がり、上の園地をあたりに居住している者も多数おり、高麗町と連続し下級武士が多く居住していた。また、上野園の中が置かれており、高中教育が行われていた。天保年間の天保城開図に、 上野園という記述が見える。明治時代初期には、鹿児島府下のうちで、神のぞの通帳と称していた。1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島府下47町3村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの神のぞの通帳は、鹿児島市の町、神のぞの通帳となった。1899年1月に、神のぞの通帳から、 通の文字が削除され、上野園町に改称した。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市街地域の住居表示に着手した。西鹿児島駅前一帯において、町会長名の変更が実施されることとなり、1970年に、上野園町及び、上新町、部町、西田町の各一部より、中央町が設置され、 上新田町及び高来町、部長の一部が上野園町に編入された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立中洲小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。